岸田総理は今日オンラインで会見を開き、感染者の全数把握を見直す考えを示しました。高齢者はじめリスクの高い方々の命を守ることを最優先に考え、さらなる対策強化を指示いたしました。医療現場の負担を軽減するため、自治体の判断で詳しい情報を届け出る対象を重症化リスクの高い人に限定することが可能となります。これに対して長谷知事は、遅きに失したと思いますが、政府の方針として見直しをするという方向性をお示しになったことは良いと思います。ただそれを都道府県に任せるというのであれば、それはちょっと違うなと思います。長谷知事はこのように話し、一定の基準は国が示すべきと不快感をあらわにしました。その上で長谷知事は近く医療関係者から意見を聞いて県の方針を決める考えを示しました。